お前はもうしている。皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理用紙の布目です。前回の動画の方でこちらのね、北斗の拳明日への種もみ風味がこう何味なのかっていうこうね、募集をしたんですけれども、たくさんのね、コメント皆様ありがとうございます。ありがとうございます。全て私と布目で確認させていただきました。はい、で、まあ早速ね、こう3名の方にこう当選者がいるのかっていう発表をしていきたいと思うんですけれども、布目さんどうでしたか、こう見てみて。いや、すごい面白かったです。面白かったですか。はい、あ、これいいなっていうのも、逆にすごい、あ、これいいなっていうのもありましたし。確かにありました ね、はい、すごい面白かったです。で、もう早速ね、味の方発表していく形でよろしいですかね。はい、はい、じゃあ布目さん、今回いい、開発者の布目さん、はい、ぜひ何味なのかっていうのをちゃんと紹介してください。はい、では正解を発表します。はい、今回の、北斗の拳コラボの明日への種もみ風味の、はい、味はおじゃん、玄米茶ラテです。玄米茶ラテ風味ですね。はい、今回のそのコメントの方には残念ながら、そうなんですよ、いませんでした。そうですね、はい、ちょっと難しかったですかね。ねえ、難しかったです。惜しい方はね、いましたけどね。そうですね、うん、なので、うん、今回はちょっとね、ゼロですと寂しいので、はい、まあ、せっかくなのでやっぱり、3名の方に、はい、プレゼントは、したいと思います。はい、そこで、まあ、うん、一番惜しかったなっていう方が、うん、一人おられましたね。はい、いましたね。はい、どちらでしたかね。この方が、あ、おられました。この方ですね。イギーイギー様ですね。イギーイギーさん。はい。試作品作ったじゃないですか。うん、で、今回の玄米茶ラテともう一個最終候補があって、そちらがね、ほうじ茶ラテだったんですよね。そうです。ね。はい。ですんで、このイギイギさんが答えていただいているほうじ茶ラテ、かなり一番近かった、うん、惜しかったですよね。はい、しかも、まあ、玄米茶ラテの味なんですけど、実はそこにほうじ茶のパウダーも、はい、ブレンドしているので、うん、なので、まあ、名前、玄米茶ラテですけど、まあ、ほうじ茶も少し入った、味なので、うん、もうこれを今回は一番まあ近かったっていうことですもんね。はい、はい、ということで、イギイギさんにプレゼントしたいと思います。プロテインと1キロとシェーカーですね。はい、どちらのシェーカー、非売品ですかね、やっぱね。そうですね、一番レアな、はい、プロトタイプの試作品の方を、はい、イギイギ様に送らせていただきます。おめでとうございます。そして次の方ですね、あと2名を染田賞と布目賞で選ばせていただきたいと思います。はい、はい、あと2人の方にプレゼントをするんですけど、はい、1人の方はシェーカーがつくんですけど、うん、もう1人の方にはちょっとシェーカーがつかないんですよ。で、どちらの賞につけましょうか。どうしましょうかね。はい、染田さんでいいですよ。僕でいいですか。いいです。僕でもレディーファーストなんで、布目賞でもいいんですよ。そういうカメラが回ってる前で優しいこと言うんですね。いかにも優しくなりたいにやってるじゃないですか。優しいんですか。優しかったですっけ。はい、はい、ではですね、じゃあ私が選ばせていただいた方はですね、まあ、北斗の拳へのより、北斗の拳愛が感じられる、名前を考えてくださった伊助伊賀野さんです。山のぶどうにかけての山ぶどう味と出していただいたので、私も山のぶどう好きなので、この伊助伊賀野さんに、シェイカーと、こちら1キロプレゼントさせていただきたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。山のぶどうとかけてきてるあたりが、そうですね、ちょっと、北斗の拳愛を感じたので、はい、
選ばせていただきました。選考理由ですね、はい、はい。最後の一人ですね、染田賞の発表です。で今回のねこうフレーバーが玄米茶ラテということで、フレーバーの中にこう玄米を入れてくださった、まゆさんはですね玄米コーヒーまあちょっと惜しいですよね。でも玄米茶ラテなんですけど、ね、惜しいですね、はい、うん、確かにこの人もすごくニアピンになったかと思いますんで、うん、まゆ様おめでとうございます。こちらね北斗の拳お送りさせていただきますんでね、ぜひお試しいただければと思います。あの前回の応募を、ね、募集した動画の方にあの当選者のお客様の方にコメント欄の方にあの返信いたしますんで、当選者の方はね返信欄の方をご覧いただければなと思います。はい、皆さん今回ねこちらのキャンペーンにねたくさんご応募いただいてありがとうございました。またねこう次の新作のフレーバーとかそういう機会があればねこういうキャンペーンやりたいと思っておりますんでね、ぜひねまたチャレンジしていただければと思います。そういたしましたらね今日のね動画が良かったっていう方はぜひグッドボタンチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そういたしましたら次の動画でまた会いましょう。さよなら。